ハトちゃんゲームズへようこそ。はい、今回パート21でございます。21、はい、今回はネザーに行きたいと思います。ネザーに、イエーイ、イエーイ、ネザーで、今日はちょっとネザーゲートを作って、ちょっとね、どんな感じか見るだけだからちょっと短くなるかもしれないけど、次回はネザーゲートを壊されないようにね、家を作るのが大事だから、うん、ちょっと家作らないとね、ネザーゲートを壊されたら終わりなんで、終わりなんで、ね、変えられない、変えられないんで、で、ここ道があるじゃないですか。ここを掘って道をこうつなげてって、ここを階段にしてって、この上ら辺にね作っていきたいと思います。この辺かな、あ、この辺にネザーゲート建てようかな。はい、黒曜石、確か16個使うはずです。あ、あ、これでいいんだ。よいしょ。1、2、3。ボーン。うお。あれ。で、1、2。このぐらいだったかな。確かこのぐらいだよね。お。ここだ。高すぎるんじゃない？いや。あ、普通だ。あ、14個だ、使うの。あ、これじゃない？これじゃない？これじゃない？着火してみようか。あ、着火する前にちょっとダイヤモンドのツラハシを置いてから。おー、すごい、なんかできそうな感じがしてる、これ。さあ、来ました。いきます。つけます。せーの、着火。おお、こっちオーラ放ってる。やばいやばい、エンダーマンのようなオーラだ。僕もエンダーマンだけど、エンダーマンだけど、エンダーマンここにいるけど、本当のエンダーマンのオーラが来ましたよ。エンダーマン来るかもね。じゃあ行くよ。なんか下手な、行くよ。じゃあちょっと待って、最終確認に用意は、待って、いいですか。うん、いいです。じゃ、行きましょう。飛び込め、ネザーへゴー。うわ、怖いよ。この音は、この音は、本当は怖い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 、手に持ち替える。うわ、重いな、なんかね。うわ、来たー、ドキドキドキ。世界を生成中。うわうわうわ、マグマキューブ早速いる。マグマキューブが早速いるの。ああ、マグマブロックに乗ってた。ああ、乗ってる。マグマブロックに。怖い。要塞だ。クモンがいる。あ、ちょっと気をつけて。ブレイズいるよ。ブレイズどこ？なんで早速こんな。なんで早速こんな。ちょっと待って。まだこの距離だと気づかないみたいじゃん。怖い。それに要塞がある。ちょっとネザーゲート やばい、要塞あるじゃん。要塞やつ最高、要塞探検もしたいな。ブレイズ怖い、ブレイズ来るんじゃない、来るんじゃない、え、来るんじゃない、ちょっと、え、来るんじゃない、来るんじゃない。ネザーゲートから離れよう。ちょっと、もし、ね、ガストとかに狙われた時に、そう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 、うわ、ブレイズ、離れよう離れよう。ちょっとちょっとこの周りとかネザラック柔らかいね。ガストの音が今しました。怖い怖いね。消えた消えたんだけど、動かさないよ。ニニが早すぎてどこ行っちゃう可能性がある。怖いな。ガストの音がさっきからなんてしてるんだよ。
そこにブレイスが。すごい、マグマブロックいっぱいあるね。うん、ブレイス見る。じゃあマグマブロックをちょっと取って帰ろうか。ソウルサウンドとかもあるしね。じゃあこの辺のちょっとソウルサウンドやマグマブロックを取ってから帰ろうか。じゃあソウルサウンド、加藤ちゃんはシャベルいっぱい持ってるから、うん、これソウルサウンド、ソウルサウンドお願い。僕はマグマブロック、あ、ここにあるよ。マグマブロックね、柔らかいよね硬そうだけどマグマブロックだから硬そう、見た目硬そうなイメージだけど、周りにマグマブロックで囲われてんの怖い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 、こっちの方が怖い。ちょっと待って、マグマ出てきそうじゃない。あ、そうだね、ニーニーの方がやばいかも。ニーニーの方がやばい、怖いよ。怖いね。これあるよ、マグマブロック。ソウルサウンドとマグマブロック、この塊とか取って帰ろう。で終わりにしよう。どこに？塊大きいな、これ。あんまり深いところ行くとさ、あれなんだよね。ちょっとこの辺の深さでやめとこう。おう、ソウルサウンド、あ、ソウルサウンド、やらばかいから取っちゃうんだよ。怖い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 。ぷっ、あー、くらった。これはね、ウィザーに使えるやつ。これ32個取って、あ、もういいね。1、2スタックちょっと取れた。 OK、 じゃあ帰りましょうか。して、え、怖い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 。あのブレイズだけ倒してから帰ろう。ちょっと敵一人も一体も倒さないから、せっかくは倒す。二人で頑張って倒そう。加藤ちゃんは引き寄せ、加藤ちゃん引き寄せて、うん、僕が可能性がある。うわ、暗い。よし、行って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 、うわー、やばいやばい、辛いよ。オッケー、あれ、ブレイズ意外と余裕だ。2匹いるからね。もう一体倒そう。あれ？もう一体多分あそこに隠れ、いない。隠れ。どこ？あそこ。あそこに隠れてした。わおわお、すごいところにいますね。わおわおわお。あなたは、あ、じゃあ加藤ちゃん倒して。で引き寄せるから。来いよ来いよ。オッケーよ。怖い。早く。ちょっと。なんで倒せない？オッケーオッケーオッケー。ああ、ちょっとやばいところに来た。やばいね。どうやって出てこれる？もう2体倒したので早いから、そろそろ帰ろうか。帰ろう。じゃあいい、ちょっと平らだったね。ね、ネザー要塞も見つかった。いいところだ。ちょっと帰ろう帰ろう。ほう、はあ、おー疲れたー、やばいな、HP 半分だ。ここもね、階段を作って、道も作って、やっと鍛えた、やっと鍛えたと思います。いやー、怖かった。できる、できる、できる、ねえよ。平和に変わったと思ったら夜っていう。はい、ということで、ちょっとドキドキしたネザー、初ネザーでした。うん。目近いわ。その、オーラを放ってる。要塞じゃねえよ要塞じゃないよ。じゃあ次回はネザーゲートを壊されないようにネザーに家を作っていきたいと思います。加藤ちゃんゲームズ、また見てね。じゃんじゃん。